佐野博士は日本の社会主義運動家、評論家、田中清春と共に、いわゆる武装共産党時代の日本共産党の指導部を組織した。佐野学のを入れ、共産党系演劇人で、革命家、インターナショナル役使者の佐野博士、社会学者、鶴見和子、哲学者、鶴見俊介指定は、十枚亭にあたる。1905年、 大分県早見郡吉木町に生まれる。旧制第七高等学校在学中に学生サークル革命会に参加。1923年9月、鹿児島港にソ連の船が入港した折に佐野を含む革命会のメンバー数人は手こぎのボートで接近インターナショナルを歌って乗船を許され身振り手振りで船長と意思疎通を図り、 パンフレットなどを渡されて戻るという事件を起こす。学校の尽力により警察沙汰にはならなかったが、学校当局からはひどく叱られたという。当時、革命会のメンバーだった沙汰忠カの階層によると、会の拠点となっていたのは、佐野の部屋であったという。その後京都帝国大学経済学部に入学した、ものの中途大学し1926年、ソビエト連邦に渡る。 そして、モスクワの国際霊人学校で学びながら、コミンテルンの青年組織、共産主義青年インターナショナルの執行委員となり、霊人学校を終えてからは、コミンテルン本部で働いていた。日本人が多数在籍していた、東方勤労者共産大学ではなく、最高幹部養成学校であった国際、霊人学校で学んだ数少ない、日本人である。 1928年の暮れ、コミンテルンの日本委員会が出した、党大会を海外で開けという方針を持って、モスクワを出発。上海で、赤色労働組合インターナショナル代表のカール・ヤンソンと接触し、鍋山貞地下かと共に、朝鮮を経由して、帰国、一緒に最高幹部のアジトに住んだ。4.16事件で、 ほとんど幹部が逮捕された後、佐野は友人の沙汰のところにかくまわれ、コミンテルンとの連絡法を知り、党本部の状況を知る唯一の人物となった。田中と連絡がついたところで再建運動が始まった。1929年7月、全能全志郎が加わって、暫定ビューローの最初の会議を埼玉県南埼玉郡省部長の料亭で開く。 コミンテルンとの連絡を回復しようと努力し、覚えていた、上海のアドレスに手紙を送り、該当連絡をつけたいとの返事が来たが、怪しいと睨んだ。理由としては、おじと、おいなので目印など必要ないのに目印を要求してきた点などであった。実際返事をしたのは、警視庁の特別高等警察であった。ついに、コミンテルンと連絡を取れぬまま、 活動を続ける決意をしなければならなかった。活動資金を自らの手で獲得しなければならず、日本共産党技術部を組織する。1930年1月、若浦近くの別荘で拡大中央委員会を開く。ここで武装して自衛しながら大衆の前で公然活動するという方針が採択される。実際に、 第2回普通選挙を目指してビラ巻き活動中などに、ピストルなどの武器使用による警察官の死亡障害事件を起こすことになる。この会議後もこの別荘をアジトとして潜伏していたが、スパイや逮捕者の供述により、アジトが特攻警察に捕捉される。この供述した逮捕者の中には幹部であった全能、全死郎も含まれていた。特攻は踏み込むための事前偵察として、 行商の老婆を使うなどして、アジトを下見させた。佐野は普段は警戒のため外出しなかったが、その日出に耐えかねて医者に行っていた。その帰りに異変を察知し、田中と共にその日のうちにアジトを脱出する。残ったメンバーも翌日に出るつもりで準備していたが、翌2月26日早朝5時、特攻に踏み込まれ逮捕される。この際警官隊との間に銃撃戦が発生し、 若浦事件と呼ばれることになる。ま、一発逃れた佐野は審判であった人物の嫁とペアを、組新婚旅行の夫婦に偽装するなどして、東京へ逃れる。しかし東京でも特攻に発足され、4月、フランス料理店での街頭連絡時に逮捕される。この時店に行った客は全員偽装した特攻で、佐野も必死に抵抗し、取り押さえられる際に拳銃を発射し、 警官に重傷を負わせた。1933年に、田中清春やおじの佐野学ともに転校し、1941年に出国。終戦直後の1946年には、佐野学の転校者とともに、労能前衛党の結成に参加。その後、右派社会党に属す。1953年からは、おじ学の設立した日本政治経済研究所の二代目、 所長を務め、反響的な評論活動を行いながら、労使関係の調整に当たった。1989年、奈良県奈良市の病院にて死去。ありがとうございます。